小池晃君日本共産党の小池晃です本日、自民党、河井案里参議院議員、それから河井克行前法務大臣がの秘書らが、公選法違反の疑いで逮捕されました。総理ですね、これ、自民党の責任は重大だと思います。自民党総裁としてどうお考えか、えー、しかもですね、自民党議員であるとともに、 1> 1. 億円もの選挙資資金金を提供してそれれが買収資金に使わわた可能性すすらあるわけです総理が指名した、任命した法務大臣でもあります。辞職差別させるべきではありませんか、議員辞職を求めるべきではありませんか。安倍内閣総理大臣捜査に関する事柄に関しては、個別の事案の捜査に影響を与える可能性があることから、コメントは差し控えたいと思います。小池晃君 て、職させるべきではないです先ほど憲法のには自民党総裁話してました自民党総裁としてここで話せない、今、そういうことです。安倍内閣総理大臣。繰り返しになりますが、まさにこの捜査。 に関することからでございますので、個別の事案の捜査に影響を与える可能性があることから、コメントは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げれば、政治活動については、内閣あるいは与党、野党にかかわらず、一人一人の政治家が自ら襟を正して、説明責任を果たすべきものと考えております小池晃君。私が聞いているのは政治責任です。あのに辞職をさせるべきではないかと、自民党総裁としての責任はどうお考えなんですか。 安倍内閣総理大臣まずはですね、あのえー、今申し上げましたように、えー、与党・野党にかかわらず、一人一人の政治家があ説明責任を果たすべきものと考えているところでございます小池晃君。ご両名とも説明責任を果たしていますか安倍内閣総理大臣。あのまあ、説明責任を果たしているかいないか。えー、まさに 2>, まあ2人ともです、ね、有権者の支持を得て当選をしたわけでございまして、国民の皆様が判断することでもあるところでございますが、説明責任を果たすべきであるものと考えているところでございます小池晃君。記者会見もやらずに説明責任を果たしているんですが、国会に出てきて話もされていない、どこで説明責任を果たしたんですか安倍内閣総理大臣。まあ政治活動についてはです、ね、内閣あるいは与党、野党にかかわらず、一人一人の政治家が、 自らをを正してて説明責任を果たすべきものと考えているところでございますいずれにいたしましてもです、ね、先ほど申し上げましたように、これはの捜査に関する事柄でございましてそ、その、この捜査に関する事柄につきまして、予見を与えることをです、ね、私が申し上げることは、これは捜査に影響を与える可能性があることから、コメントは差し控えさせていただきたいと、このように思います。

だょう。<Thank> 捜査の影響なっていうのは全体言わないで,ってないでって。安倍内閣総理大臣。あのこれはまさに捜査の途中であるということでございます。行政府の長であるわけであります。いわば。 内閣その法務省も含まれるわけでございますし、国家公安委員会も含まれるわけでございますが、この行政府の長としてです、ね、この捜査の途中である個別の事柄について、私が発言することの重みということについては、ご理解をいただきたいということでございます。そそしててての上にににおいいい辞職すべきかかどうかということとこついてはです、ねまあ、今日まさに この事案について、私もこの伺ったばかりでございますが、これはまさにそのことについては、政治家一人一人が判断をすることでもあるんだろうと、このように思うところでございますし、党においても判断するということになるんだろうと、このように思います小池晃君その、その党としての判断を聞いてるんですよ、自民党総裁としてはこれは遺憾なことだくらい言えないんですか。安倍内閣総理大臣 あのもちろんです、ね、我が党の議員の秘書が逮捕されたということについてはです、ね、これ、大変残念な発ずであります。そして党、党においてです、ね、まあ、これはあの私は自民党の総裁でありますが、内閣総理大臣としての仕事を当然、これは優先をしているわけでございますし、総裁、あの党の判断は党の執行部に委ねているというのが、まあ、自民党の今までのやり方でございますので、ご了解いただきたいと、このように思います。 小池君,小池晃君憲法は自民党総裁として、べら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 しゃべるくせに、なんでこういう都合のやり事になるとしゃべらないんですか、おかしいじゃないですか。内閣総理大臣これは都合がいいとか悪いとかということではなくて、まさに捜査が行われている途中の中において、行政府の長としてですね、予断を与えるようなことを言うべきではないと、これは当然のことではないかと、このように思います小池晃君全く反省がない。 こういう政党にね、この国を任せるわけにいかないということを申し上げたいと思います。新型コロナウイルスの問題について聞きます、全国一斉休校について、あの大きな負担をかけているわけですから、これは国民の理解を得ることが必要です総理にお聞きしますが、全国一律休校の科学的根拠を示してください。安倍内閣総理大臣、あのまさにです、ねまあ、専門家の方皆様から、この 1, 1、2週間がですね、 この拡大をするかどうかという瀬戸際であり正念場であるという見解が示されたわけであります、そして、小規模なクラスターは発生しているわけでございまして、その中において、子どもたちの健康、命を守ることは、ですね大きな責任として、その責任を果たしていかなければならないという判断からですね、 いわば学校にクラスターが発生することは断じて避けなければいけないという判断において、これを国民の皆様にもご説明をさせて、先般させていただいたということでございますが、判断をさせていただいたということでございます小池晃君、どもの感染を防げなければならないのは当然であります、そしてここ1、2週間が正念場というのは私もそうだと思います、しかしなぜ、全国一律休校なのかの科学的根拠です。安倍内閣総理大臣 あのま感染経路がま明らかではない感染が見られる中においてですね。ま例えば、あのすでにえま北海道、あるいはま大阪等等でですねえ。急を実施をしているところでございますその中においていわば。子供の中にもですね。感染者が出てくる中においてはですねまさにこれ政治。 の判断として全国において一斉に休校する小中高そして特別支援学校において休校することを要請をさせていただいたところでございますまさにそれが出てからでは遅いとこのように判断をしたところであります小池晃君科学的根拠じゃないです今の説明安倍内閣総理大臣科学的根拠はとは何かということでございますがいわば。 WHO に,ね、WHO においても、昨日ご指摘をさせていただきましたが、全国、あの,あの WHO においても、学校のです、ね、いわば休業,休業法 休校というものが有効であるということを、発生国に対して、これは伝えてきているといことでございます、そういう中においてです、ね、これは発生する前からですね、発生したからやるということではなくて、発生する前に、まさにこれは正念場である以上です、ね、そういう判断をしたところでございます小池晃君、WHO は学校閉鎖と言ってるだけで、全国一律とは言ってません、全国一律にやることの科学的根拠を示してください。 安倍内閣総理大臣これはまあ例えばです、ね、北海道においては、えー、北海道全域にこれ感染した方々が出てきたわけでございます。その中においてです、ね、われ我々はそういう判断を取ったということでございまして、その中において、さまざまなご負担をおかけすることになるところでございますが、ご理解を賜りたいと。 こう思っている次第でございますまあ政治の場において私が判断した以上ですね政治の場政府としてですねしっかりと対応していきたい責任を持って対応していきたいとこう考えているところでございます小池晃君北海道で休校にすることに私は否定はしていませんそれはあり得ると思います地域的にはなぜ全国一律なのか全く今のね科学的な根拠を示せないわけですね要するに科学的根拠ではなく政治判断だということですね安倍内閣総理大臣 あのこれはももうすでに何回も申し上げていることでございいますいわば専門家の皆様からです、ね、この1、2週間がこの感染を拡大させるのか、あるいは出則することができるのかということについて正念、まあ、場である、瀬戸際であるという判断が示された以上です、ねこの、これはどこ、 感染経路もです、ね、明らかでないものが出てきた以上です、ね、どこでクラスターが発生するか、ここは発生しないということを確実にこれは申し上げることができない中においてはです、ね、これは有効であるということを考えみ、全国において一斉に休校させていただいた。 学校の閉鎖が有効であるという勧告がされている以上、全国で一斉に閉鎖をさせていただいた、休校、休業とさせていただいた、これは政治判断であるということは、もうすでに申し上げているとおりでございます小池晃君、科学的な根拠はないんだと、政治判断だということですね安倍内閣総理大臣あの。これはですね、これは、あのま、専門家の皆様が、まさにこの今が、ま、1、2週間が正念場だと。 いうこの指摘をご意見をえ言っておられるわけでございますから、その中において、政治の場において、そういう判断をさせていただいたということでございます。小池晃君2月24日、専門家会議があって、その見解を受けて25日の基本方針では、自治体の判断で休校するとなったんです。で、それを27日に全国一室となったんです。専門家の意見聞いてないじゃないですか、そこは認めてるわけですよ、昨日もね。専門家の意見を聞かずにやったわけだから、これは政治判断ですねと。 素直に私、別に素直に聞いてるんですけど、全国一律は科学的根拠ではなくて政治判断ですと。ですがそう申し上げているわけでございまして、先,先ほど来ですね、先ほど来、私が申し上げているのは、まさに専門家の皆様がですねこの1、2週間が正念場であるということを。 この言われているわけでございます。ま、その中においてですね感染経路のわからない感染も認められえ、そして子どもたちの中にも感染者が発生する中においてですね成績に判断をさせていただいたということでございます。小池晃君、私はこういう問題はきちんと科学的な根拠がなければいけないと思いますよ。ね、あの学校の保健室養護教諭がいます。緊急の際には行為につなぎます。給食によって児童の栄養は考慮されています。 そして教員が生徒の様子を随時見ているわけです。とりわけ一人親家庭、非正規雇用、フリーランス、学校は、ね、安全装置としての役割を、ね、果たしているわけですよ。1か月間近いこの休校というのは、こういう家庭にも親にも本当に大きな負担になる、そういう危機意識を総理はお持ちですか安倍内閣総理大臣あの。先ほども申し上げたところでございますが、大人のみならず。 子どもたちへの感染事例も各地でこれ発生をしているのはこれは小池委員もお認めになるんだろうと思いますその中で北海道や千葉県の市川市 大阪市や堺市など、各地域において、学校休業を行うなど、子どもたちへの感染拡大を防止する努力がなされているわけでありまして、その中で、判断に時間をかけるいとまがない中において、1、2週間という判断をされたわけでありますから、いとまがないという中において、こういう判断をさせていただいた、しかし、それに伴うさまざまな課題があることは、十分に承知をしているわけでございます。そうしした中においてですねしっかりと 政府として判断した以上、政府として責任を持って、そうした課題に対して対応していく、これはもう本当に大変なご負担をかけているというお気持ちの中で申し上げているところでございます小池晃君。課題はあると、危機意識はあるということで、だとすればね、やっぱりね、きちんと基準を設けないといけないと思うんですよ。あの官房長官はです、ね、休校の解除について、春休み以降の感染拡大の状況を見て判断すると言ったんですね総理ね。 これ春休み終わる頃も、今の同程度の感染状況だったらば、休校を続ける可能性もあるということなんですか安倍内閣総理大臣。あのそれは、えーまあ、そのときの状況を見て判断をしなければいけないわけでございますが、専門家の皆様からのお話も伺わなければならない、それはつまりこの週間がです、ね、この1、2週間が、この1、2週間がいわば感染が拡大するかのどうかの山ということであります。 それがつまり感染が拡大してい,い,い,いくのかどうかということについての判断についてはです、ね、これは専門家の皆様からこのにご意見を伺わなければならないと、その上で判断をさせていただきたいと、こう思っております小池晃君。専門家は全国一律必要ないってみんな言ってるんですから、すぐにでもやめろと言うんじゃないですか、私はね、これね、今からでも遅くないから、この全国一律という方針は見直すべきだと思いますよ。 でね、科学的根拠に基づく感染予防という道に、ね、進むべきだと、改めて各自治体の判断に私はゆだ委ねるべきだと思うんですよ。すでに少なくない自治体は休校しない、あるいは期間を短くする、必要な子どもは来てもいい、給食は出す、そういう判断しているわけですねで。休校をいち早く決めた北海道でも分散登校ということを検討していると。で保護者とよく相談をして、きめ細かい対応をしていくべきだと思います。文科省に聞きます。これはね、あくまでお願いですから。 最終的には設置者の判断だと、だ自治体が自主的に再判断した場合は、それに是正指導をかけることなどないと、断言していただきたい。田文部子科学大臣あの昼間のワイドショーで、韓国は大統領の命令ですべての学校を閉鎖して、日本はなんで陽性という中途半端な表現なんだという、そういう議論をしてました。 法律上、要請しかできないのは先生、ご承知のとおりです。我々文部科学省も、地方教育行政法に則っとれば、指導助言まで踏み込むことはできますけれども、しかしこれはあくまで自治体設置者の判断でありますので、あの今ご指摘のようなことはございません。あの自治体の皆さんには、この恐れを共有していただきながら、それぞれの地域の実情に合わせてです、ね、携帯や機関についてご判断いただくということを前提に通知を出していますので、自治体の判断を尊重したいと思います小池晃君。 休校をしないといとう判断も尊重すするんですね萩生田文部科学大臣あの。政府全体の方針は示させていただきました、自治体の庁が休校しなくても大丈夫なような環境整備や合理的な判断ができるということであれば、そのことは判断を尊重したいと思います小池晃君、最初からそういうふうにね。言えばいいんですよ、そうすればね、こんな混乱起こんないんですよ。 総理が一律休校だっていうことをね、メッセージを出したことがね、本当に大変な混乱の原因になったと私は思います。それから大臣ね、休校中も居場所のない子どもの居場所を学校に確保すべきだと思うんですよ。政府はです、ね児童、学童保育受け入れを学校の教室でと言ってるわけですから、ならば学童に無理な負担を押しつけるんじゃなくて、学校として受け入れるべきではないか、そして必要な子どもには給食も出すべきではないか、そうすれば学童も過大な負担から逃れられると思いますが、いかがですか。 田文部科学大臣あの先生、お言葉ですけど、28日の総理は大きな方針を27日の会議で示しました、で28日の通知,通知で,です、ね、今、私が申し上げたことは、正しく自治体に伝えてますので、最初からいや、いいじゃないかということは、最初から言わせていただいたつもりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 あのその上で、今のご指摘のようにです、ね、あの学校の自治体の判断で、えー、学校をです、ね、例えば密集度を緩和しながら開放する、低学年のためにはそういうことを行っている学校もあ自治体もすでにございますのであの、その辺の運用は柔軟に対応していきたいと思っています。つくば市などではお子さんをお預かりをする、その上で給食を提供しているという事例もすでに始まっていると承知しています、はい、小池晃君あの。最初から言ってると言うんですが、 翌日、私、厚労あの文科省の、ね、方にレクしたらば、やらないという選択肢はないと言いましたよ、期間などについては柔軟に対応できるけど、こういう方針が出た以上、全くやらないということは、それはできませんって言いましたよ萩生田文部科学大臣。あのまあ、ここはですねあの、ぜひ子どもたち守るために国の方針、大きな方針は共有していただきたいと思いますけれども。 実際に実施の見送りをしている自治体、島根県松江市、出雲市なども存在して、そのことに対してわれわれ、非難はしていませんあの、十分相談をしながらです、ね、自治体の責任でやっていただけるということなのであの、もちろん環境を変えながらやっていただけるということをあの承知をしておりますので、そういう自治体の判断は尊重したいと思います小池晃君。全国一斉休校でではないといととうことですね萩生田文部科学大臣 内閣総理大臣が全国の自治体の皆さんに休校を要請しました。それを受けて、私ども文部科学省は、その指針を改めて詳細をお伝えをさせていただきました。判断には設置者の判断がございます。私立の学校で、私立の学校の設置者が学校を開くという責任の中で判断をされれば、それは尊重する、すべてそういう方向で行っております小池晃君。一斉という言葉を使いませんでしたので、全国一斉ではなくなったと。 いう理解をいたします給食をめぐってはです、ね、これほどの規模で、前から言ってたってね、総理、閣僚席からやじるのやめるんじゃなかったんですか、だめ <laughs> でしょう、うこれほどの規模で納品キャンセルになったことはないと、業者から、ね、悲鳴上がってます、農水大臣、例えばね、酪農農家は牛乳の納入先がなくなる、大変な悲鳴が上がってますよね、野菜も行き場がなくなると。農水省としても給食停止で やっぱり牛乳などが廃棄されないようにです、ね、これは農家をはじめとする関係者を守るために、あらゆる手立てを尽くすべきではないかと思いますが、いかがですか江藤農林水産大臣、えー、学校の休校に伴う学校給食の止を受けましてです、ね、先週の金曜日28日には、全国連、それから指定団体、生産者団体、乳業メーカーの方々にはお集まりいただいて、意見聴取をさせていただきました。 国内にはです、ね、学校の長期休業、夏休みとかです、ね、そういうときの牛乳を引き受ける、都府県の牛乳を引き受けるです、ね、そういう工場がです、ね、東日本に3つ、西日本に4つございます、ですから今あの、学校給食で行き場を失った牛乳についてはです、ね、そちらの方に振り向けていただくということで、お話をさせていただいておりますが、しかしそれをやったとしてもです、ね、大体、先生もご存じのとおり、加工原料乳と生乳ではです、ね、単価が違います。 だから1トン当たりですね大体3万4000円ほどのですね減収になりますので、その部分についてはですね農林水産省として何らかの手立てをしたいということで、今、検討しております小池晃君。こういうことをきちんと前もって議論して、準備して、それで全国一律という方針を出すのが筋なんですよ。こういう議論が必要だったんですよ。それをね、決めてから後からもうみんなね、大騒ぎでやってるわけですね。霞が関の官僚さん達本当に一番大変ですよこれ こういう事態を起こしたということは、私はね、これは本当に反省してもらわなきゃいかんと思う。雇用調整助成金、中国関係の売り上げが全体の10%以上で縛りを外すとで、新型コロナの影響を受ける事業,主事業主に拡大すると言います、可能な限り柔軟に対応すべきだと思いますが、どのような要件になりますか。加藤厚生労働大臣 あの当初は今委員ご指摘のように、日本、中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主という限定がついておりましたが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主ということで、幅広く対象になっております。それからもう一つは、もともと生産支標の確認対象期間、これは通常は3ヶ月は1ヶ月です。 短縮をいたたししましたでさらに今度は事業所設置後1年未満の事業主についても対象にする、えー、さらにはあのクーリングというんですけれども、前に1回、こうした調整権を受けるとです、ね、しばらく使えないって、もうこれも前、1回使っていようが使ってなくても対象にする、まあ、こういったいあの拡大措置を取らせていただいている小池晃君。 あのそもそも雇調金は賃金の6割以上を保証すると、それで中小企業はその3分の2を雇用保険の財政から助成する結局、賃金の4割程度の助成にとどまるわけですね。で、一方で、昨日発表された新たな助成金制度は、休暇中に支払った賃金の10分の10ですね。大臣、雇調金も助成水準を大幅に引き上げるべきだと思うんですよ。でリーマン・ショックのときは中小企業で10分の9までやったんですね。今度は国の政策が原因ですよ、これ。だとすれば。 賃金の10割補償、新たな女性制度と同じようにすべきじゃないですか加藤厚生労働大臣。いやですから今回、えー、全国の学校、小中学校特別支援学校の休業要請した、まあ、それに伴って、そこに通う子どもさんを家で、えーまあ、ケアをしなきゃいけない、まあ、そういった事情で休むということについては、 8000ちょっと数字あれですけど8000何かしからまではですね10割負担をするということでこれはいわば国の要請に伴ってそうした事情が発生していたとで今回は今の委員のご指摘の雇用調整金は新型コロナウイルスの発生という状況の中での対象ということでありますでさらに今北海道で,ですね全面あのイベントの自粛等をされておりますからそういった地域についてはさらに上乗せ助成等 またこれ本来は雇用,雇用保険の対象者しか対象になりませんけれども、そうでない者をでない方についても、そうした雇用関係にある人に対しては支給をしていく、まあ、今、そういった中身についても、鋭意、えー、内容を詰めてです、ね、これ、早急に対応していきたいというふうに考えてい雇用保険2事業の積立金残高はいくらですか。 加藤厚生労働大臣えと平成30年度決算で、この安定資産残高というやつですけれども、これは1兆4400億円にな小池晃君。こういうときこそ活用すべきじゃないですか、ね、給付金は10割保証するんだったら、補償金だって、今の水準じゃなくて大幅に。 女性の水準引き上げるべきじゃないですか、大臣答えられないんだ総理どうですか、こういうことをやるべきじゃないですか。はい、安倍内閣総理御、まあ、指摘のです、ね、積立金につきましては、まあ、経済状況においてです、ねあの、大きくこれ取り崩しを行わざるを得ないことも過去にはあったことからです、ね、まずはこの助成金をです、ね、積極的に活用し、雇用の安定に万全を期していきたいと思います小池晃君。 ややれるることは何ででもんんじゃなかかったんですか、ね、コロナだけの影響じゃないですよ、これ、誇張金だってね、やっぱりいろんな自粛自粛の中で経済活動がシュリンクして、それによって休業に追い込まれる、そういう人だって出てるわけだから、これは政治が生み出した、ね、経済危機じゃないですか、そういう労働者に対してきちんと誇張金を国の責任で出す当然じゃないですか。加藤厚生労働大臣。 いやいや、リーマンのときはそれはさ、すみません、統いうついて恐縮ですけれども、原則はあの4分の3ということでありましたけれどもあの、そういったことも踏まえて、先ほど申し上げた北海道等においては、ですねさらに地域でかなり自粛を要請される、緊急事態を出されている、そういったところには、リーマンのときの対応、これも考えて、対策を打っていきたいというふうに思っております。 また先ほど申し上げた、現在の特例措置でありますけれども、今回において、先ほどクーリング期間の話もしました、それから通常であればです、ね、一定期間、えー、被保者保険、これ、6か月以上入ってなければ対象にならないものを、被保者保険に入っていれば対象にするとかです、ねえーあの、救済する範囲をです、ね、幅広く設定をしているところであります。 小池晃君危機意識ないと思いますよ、北海道だけじゃないですよ、自粛を強いられているのは、やっぱりね、こういうことに対してきちんと手当てをするって、私、最低限の政治の責任だと思いますよ、しかも、この新しい助成金制度はフリーランス対象じゃないという話だったのが、認めると、なんかやるということですが、これはどな,どなたがお答えになりますか加藤厚生労働大臣。 の新しい助成金とおっしゃっているのは、えー、学校が休業に伴うです、ねえー、中で子どもさんが家にいてその方はケアをしなきゃいけないこれについては、えー、基本的に雇用者である雇用保険に入っていれば雇用保険のスキームの中で。 で雇用保険に入っていない方、例えば20時間未満の方については、これはもちろん、費用者ということが前提になりますけれども、一般財源で同じような形で対応させていただくということを考えています。加えて、先ほど申し上げた北海道のような事態においてはです、ねえー、助成率を上げるということと同時に、これについても、費用者でない、いわゆる雇用者保険に入っていない、そういった方も対象にしていくべく、今、議論をしているということになります。 分かってないね、ちょっと分かってない、そうじゃない、うん、そうそう僕が聞いたのは違うの、フリーランスの、フリーランス、安倍内閣総理大臣。あの政府としてです、ね、民間事業者の個別の損失を補填することは、い、まあ、えば、この、お キャンセルに対しての,あの、えー、イベントについての,この、えー、個別の補填というのはできないのでありますが、まあ、今回の感染拡大によって経済的な影響を受けた事業者や政府の要請を受けてイベントや営業等を通じしたあ事業者については、まあ、フリーダンスを含む、えー、個人事業主についても、それぞれが直面する課題についてその声を直接伺う仕組みを作り、まあ、強力な資金 グリ支援をはじめ、地域経済に与える影響に配慮して、しっかりと対策を考えていきたいと、こう考えております小池晃君先ほどね、そういうことが発表されたようなんですが、サラリーマンの親には給与全額助成をすると、でフリーランスや自営業者は貸し付けをするおかしくないですか。 安倍内閣総理大臣。あのいわば、えーま、このまあ自動のまあ需要のうち等についてはですね、まさに、えー、まあ経営者として、えー、まあ経営があこのお成り立つようにまあ継続化できるような支援を行っていくということについてはこれはあ引きんぐり等においてまあ支援をしていくということであります。まあ費用者についてはまさに、えー、このお企業等にですね。 まあ有給休暇等を取ることを可能とするよう促すとともに、また中小・小規模事業者の皆さんについてもです、ねこの、その、そこの事業者の皆さんの給与の減少、あ,あるいはまた、 アルバイトやパート労働者の皆様における収入の減少に対しても、給付という形等も含めて、対応していきたいと、こう考えております小池晃君、あのフリーランスっていうのはよく分かってらっしゃらないように思うんですけど、例えば劇団員や音楽家、この間の自粛で全部コンサートね、公演が中止になると、収入が断たれるわけですよ。で、そういう人に対して貸し付けがありますだって、これ、話にならないでしょ。 でやっぱりね、損失装填しなきゃだめじゃないですか、例えば山梨県は、これね、対象違います、感染者とか濃厚接触者に限るんだけど、1日4000円の給付金出すとかね、そういうことやるそうですよ。私はね、貸し付けじゃなくて、きちんとサラリーマンの親には、給与保障するっていうんだったら、こういうフリーランスに対しても、ちゃんと給付金という形で対応するようなことを検討すべきじゃないかと思いますよ、いかがですか。はい、安倍内閣総理大臣まあ今、まあ、お話をさせていたただきましたようにですね えまあそれぞれのまあ課題について、その声を直接伺うまあ仕組みを作りまして、その上でさまざまな対応をしていきたいと、こう考えているところでございますが、基本的には先ほど申し上げた考え方のもとに、強力な資金繰り支援を始めて、はじめ、地域経済に与える影響に配慮をし、しっかりと対策を講じていきたいと、こう考えておりますが。 まあその際ですね、先ほど申し上げましたように、お話をそれぞれ個別にさまざまなご事情があるんだろうと思いますので、まずは個別にお話を伺っていきたいと、こう考えております小池晃君あの資金繰りの問題じゃないんですね、フリーランスの支援の制度を作るのか、らないのかもうちょっと詳しく、安倍内閣総理大臣。あのこのまあフリーランスの方,、まあ、方々についてはですね、い、まあ、わば、 これまあ個人事業主でもこうあるわけでございまして、そういう観点からですね、どのような対応ができるのかということについてですね、まずお話を伺った上で対策を考えていきたいとこう考えております。小池晃君、私は具体的な提案してるんでね、やっぱりきちんと検討してほしいんですよ。それから医療介護現場で出勤できなくなるっていう事態深刻です。その対策のためにはやっぱり厚労省と文科省で協力をして、やっぱり医療労働者介護従事者は 学校に行けるようにするとか、お子さんがね、そういう対応すべきだと思いますが、いかがですか格藤厚生労働大臣あのい。まさに地域の医療やです、ね、そうした福祉サービスを維持していくというのは非常に大事であります。そういった中で、働き手が減少していくということがないようにです、ね、まあ、それぞれの団体にもお願いをしながら、定員の確保を図っていくということ。 また医療、医療介護従事者などの子どもさんや低学年の子どもの優先利用など、利用者の決定にあたって、まあ、特に市町村に配慮していただきたいということ、これも通知を出させていただきました、で加えて、今あの、放課後児童クラブの話はご承知のとおりであります、それからもう一つ、あの院内にですね、あの院内保育所っていうのがありまして、約三千4000弱ありますが、そのうちの4分の1は児童、あの 放課後児童クラブも兼ねているところがありますでそういったところは、えー、午前中からやっていただくことに対しては、えー、放課後児童クラブと同じような加算を、それから現在やってなくても、ですね新たにそうした小学校、まあ、どこまでやるかというのは判断ですけれども、受け入れるということに対しては、またそれなりの加算を考えていくという中において、さまざ、あ、まな対応を地域の事情に応じてやっていただく、またそれを支援をしていく、そういう体制を引いていきたいと思います。小池晃君文科省学校の 施設放課後子ども教室とかね、そういうのの活用も考えた方がいいんじゃないですか萩生田文部科学大臣。午前中もちょっと触れたんですけれど学校を並行にする以上、放課後子ども教室も一応、原則は並行といいますか、休止をお願いしてるんですが、地域の皆さんの力で、また感染の予防のですね配慮をしながら、 独自の判断で実施することは構わないということを申し上げているところです。小池晃君、医療体制について聞きます。先ほどあの総理はですね、指定病院の感染症病床のうち現時点で空いているベッドは維持するというふうにおっしゃいました。であの厚労大臣、厚労大臣大臣、今の感染症病床のうちその空いているから維持すると言われていますけど、空いている病床数はいくつですか。加藤厚生労働大臣。 今の感染症病床が2013ありますけれども、そのうち2月25の時点ではありますけれども、約700床使っているということでありますから、1300床の空床があるというふうに認識をしております小池晃君。1300床でしょ、2000床確保したと、で、5000床だと、できるんですか加藤厚生労働大臣。 いやそうではなくて、感染症病床は2000床あります。 でそのうち空床が今申し上げた1300ありますで、それ以外に一般病床で,です、ね、14府県の状況でしかないんですけれども、その段階で4000以上今あるというで、今、今日時点でいくらあるかを今、引いているところですから、またさらなる数字が分かれば、皆さんにはあのお知らせしたいと思います。したがって、その1300と4000を足して5000以上はあるという認識を示させていただいたといますその感染症病床の実態について、総務省に聞きます。 平成29年12月に感染症対策に対する行政評価監視で、診療体制について勧告されてますが、その中心的な中身をお願いします総務省行政評価局長、白,井白井はすぐる君お答えいたします。感染症対策に関する行政評価監視は、平成28年8月から11月にかけて、感染症指定医療機関のほか、 検疫所、保健所などの関係機関を対象に行った調査の結果をまとめたものであり、その際、いくつかの指摘、勧告を行っております。ご質問の感染症指定医療機関に係る主な調査結果を申し上げると、当時、二次医療圏ごとに指定される医療機関において実際に受け入れ可能な感染症病床数が確保されていない事例、感染症指定医療機関における 感染症の医療の経験を有する医師の実際の配置の考え方がまちまちとなっていること、院内感染防止措置が不十分な事例などが見られました。これを踏まえ、厚生労働省に対し、感染症指定医療機関に係る必要病床数の確保状況、感染症患者の診察等を行う医療従事者の状況、医療施設、設備の状況などについて実態把握を行い、 改善に向けて的確に対応するよう勧告を行っております以上でございます。池晃君。その勧告を受けた調査結果は。政評価局は。ご質問が勧告した当局の方での当,面当,当座の把握状況ということでありますれば、違いますか。 あ、それでは、失礼いたしました。はい、小池晃君。厚労省に勧告したんだから、厚労省調査結果どうですかって通告してあります。てます分かってんだと答え、分かってんだと答えはい。厚生労働省健康局長宮崎正則君。 健康局長でございます申し訳ございませんちょっと今その調査結果手元にないのでちょっと確認のお時間をいただければと思います、うん、でっよ調査結果出てませんと言いましたよ調査結果は出てませんと言ったんですよい,い,やいや、厚生労働省のその結果どうし、どう改善したかというのを聞きたいって言って把握したかどうか、うん、調査結果は出てませんと言ったんです <laughs> いいやや確認してからか確認してちょうだいよだ、はい、調査結果出てませんというだけ言ってくれればいいんだってそう言ったんだよ

はいえー、健康局長でございますあの、まだ調査の途中でございまして、結果はまとまってございません。栗明さん、ね、感染症病床について大変な問題があると、実際に病床数通り受け入れできるのは、77%、まあ、23%はできなませんとか、いろいろ書いてあるわけですよ。でね、それ、もう2年以上前ですよ、韓国未だに調査してないんですよ、こういうことで、大臣、いいんですか。 加藤厚生労働大臣いや調査をしてないんではなくて、今、具体的な結果を踏まえて、もう一度精査をしているというふうに強調しております。まあ、あのちょっと別ではありますけれども、やはり相手側としっかり連携を取らずにです、ね、やっぱり判断してはならない、これはあの地域旅行想のときにかなり厳しくお叱りをいただきましたんで、やはり相手側ともですよく連携を取りながら、精査をさせていただきたいというふうに思います。 池晃君2年経っても、2年以上経っても結果が出てないことは事実なんだから、素直に認めて、やっぱりね、まずかったと言うべきですよ、それから1月29日に武漢から到着した最初のチャーター機で、体調不良のごめん、最初に受け入れたのは東京では、高舎相原病院、が都立駒場米病院ですね、民間病院、奮闘してます、しかしいざとなったら、やっぱり政府も頼ってるのは公的病院じゃないですか。 でしかし、東京都は都立病院、公社病院を独立行政法人化しようとしています。国も424の公的病院を名指しで、統廃合を進めようとしています。で今のような緊急事態のときに、日本中のベッドが、ね、満床だったら対応できないですよ。公的病院、どんどん削っていったら大変なことになりますよ。私はね、今回の事態を受けて政府も公的病院の重要性を再認識したんではないかなと思うんですよ。大臣、ね、やっぱりこれ配合っていうのは こういう事態を受け,ば受ければ、ね、見直すべきじゃないか、あの NHK の日曜討論、私で言ったら、世耕さんはね、そういう統廃合になるようなところもあるんだから、そういったところも活用したらどうかって言ったんですよ。だったらそういうことをね、しないで、ちゃんと活用すべきじゃないですか、私、ご都合主義だと思うんですよ。やっぱりね、見直すということをね、考えるべきだと思いますが、いかがですか。加藤厚生労働大臣 あの委員御指摘のように、感染病病床全体、<laughs> よろしいですか、感染症病床全体の9割以上を公立公的医療機関が担っているということでありますから、感染症対策における公立公的医療機関の果たす役割、これ、大変大きなものであると、この認識は私ども持っております。今委員ご指摘ののよううに公,立公的医医療療機機関関といいはは民間医療機関では担えない こうした感染症を含めたさまざまな機能を持っている、まさにそれを発揮をしていただくということを含めて、この間の議論はさせていただいているということであります。したがって、それぞれの地域でこうした機能を持っている、あるいはこれ以外の機能もあります、そういったものはしっかり残していっていただく、その中で、どうやって地域医療の全体としての姿、2025年に向かって地域の医療需要と、それに対する医療供給、これ,これもすでにそれぞれ都道府県でお作りになっているわけですから。 それをどう実現していくのかっていうための資料を出させていただいただけでありまして、あれはベースにここは統合しろ、ここは廃しろということを名指しで決めているっていう資料では全くないわけであります。ただそうした受け止め方をされましたんで、これは我々でしっかり反省をしながらですね、これからもよく地方公共団体とコミュニケーションを重ねていきたいというふうに思っています。小池晃君、何てかよくわかんないんですけど。 まあ、とにかくやっぱりね、公的病院の役、果たしている役割は大きいということを大臣、もお認めになったわけだから、やっぱり改めてね、こういう事態で分かるんですよ、大事者が。ね、やっぱりね、根本的にこの方針見直すということもね、私は考えるべきだということを申し上げたい、それからマスクの問題、あの現場での不足、本当深刻で、医療機関でマスクが足りないと感染、院内感染防止のためのマスク防護服、シールドなどを医療機関に供給する制度、 どういうものがあるのか、実行状況を報告してください。加藤厚生労働大臣 <laughs> 医療マスクについてでありますけれども、新型コロナウイルス患者を受け入れている都道府県等の要請に基づき、備蓄や在庫が不足している都道府県等、および医療機関に対して、厚労省の指示の下、メーカーと卸業者が協力して、 一定量の医療用マスクを優先的に供給する仕組み。これは、先週、それぞれ皆さん合意をいただいて開始をしたところであります。第一弾の要請としたは、二十八日にサージカルマスク約四十一万枚を十四自治体に、サージカルマスク約十八・八万枚を六十八の感染症指定。医療機関に対して優先的に供給するよう、卸及びメーカー各団体に要請をしたところであります。まあ、引き続き、この医療マスクをはじめ、各種防護具についても。 メーカーの生産状況、都道府県の備蓄、医療機関の在庫の状況をきめ細かく把握しながらです、ね、こういった仕組みを使いながら、安定的な供給を図っていきたいと思います小池晃君医療現場からはです、ね、3月以降の入荷の見通しに立っていない、マスクは1週間に1枚の配給制にしている、でないとなれば医療が提供できない職員の命が守れない、こういう声が来てます、で大臣、聞きますけど、今の対象は感染症指定医療機関だけですね。一般の医療機関には 供給はないんで、すね加藤厚生労働大臣あのまず今の対象は、感染症指定医療機関および帰国者、接触者、外来医療機関を対象としております。でこれから医療用マスクのこの受給状況でもありますけれども、その対象の拡大についても考えてはいきたいと思っております小池晃君で既にね、足りなくなってるんですよ。 で一般の病院にだって発熱患者は来てるわけですよで、その人がコロナかどうかっていうのは分からないわけですよ、だったらマスクを使わなければいけないわけですよね、もちろん感染症指定医療機関に、ね、供給するのは当然だと思いますが、私は一般医療機関だって、これ、供給する仕組みを作るべきだと思いますよ、作ると、明言していただきたい。加藤厚生労働大臣 あのこれは要するに供給との見合いということで、これはもういい分かるところだと思います。優先すべきのは、その感染症の指定病床であり、帰国者、接触者外来でありますんで、さらに加えて、先ほど申し上げましたけれども,も、もちろん回す余裕があればです、ね、当然、 いやまずそちらを優先した上でで、すねもちろんあの一般の病院等においても受け入れをしていただいているところもありますから、そういったところを念頭に置きながら、対象の拡大、あるいはこのスキームの拡大を図っていきたいと思います小池晃君。余裕があればとかね、そういうんじゃなくて、その決意をちゃんと示していただきたい、現場の人たち、本当困ってるんですから、これは。それからあの、帰国者接触者相談センター、これですね、でここに相談しなさいと。 しかしですよ、今、市中感染が始まってるわけですよ。で別に帰国者だけじゃないわけですで、接触者って言われたって、接触したかどうか分かんないんですよ。どこだって接触する可能性あるんですよ。でね、帰国者・接触者相談センターと、これね、もう自治体の広報なんか見ても、心配な人、これ東京都の広報を見ると、コロナウイルス発生しています、相談窓口、帰国者・接触者電話相談センター。これじゃだめじゃないですか。 これ、名前変えるべきじゃないですか加藤厚生労働大臣。あのまさにです、ね、今,今の東京都の広報のように、この新型コロナウイルスについてはそこに相談してくれ、あるいはそういう外来をしてくれと周知をしているわけでありますから、ここで改めて名前を変えればです、ね、逆に私は混乱すると思います。むししろそうした外来であり相談支援センターに 新型コロナウイルスの疑いがある人は、しっかりと行ってください、相談をしてください、回ってください、まあ、そういった周知をさらに図っていくということの方がですが、ね、私はあの混乱を招かないというふうに思います小池晃君。そうかな、僕はばかり、あのね、これやっぱり誤解招くと思いますよ、あ帰国者、接触者相談センター、あ自分は帰国者でもないし、接触した思いもないし、熱はあるけども違うのかなと思,思い、普通思いますよ、どうですか。 加藤厚生労働大臣いや、ですから、最初は名前を変えるということも途中ですけれどもね、考えましたが、まさに東京都がそういうふうに広報されてんですよ。いやいや、とっちょ違います、東京都をはじめ、いろんな皆さん方がそうやって広報をし、そういう看板を出さ,せて出さ,出されて。 対応している中で,です、ね、違う名前が出てくれば、それは現場の皆さんや国民の皆さんが混乱する、やはり大事なことは的確に言っていただく、そのことをしっかり周知を図っていくことの方が、私は大事じゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、引き続き、今、委員ご指摘のようなあの誤解がないようにです、ね、しっかりとまた PR を重ねて、周知を図っていきたいというふうに思います小池晃君。名前変えるつもりないと。 言うんですが、その相談センターで必要があるとなれば、帰国者接触者外来に行くんですね。で帰国者接触者外来は全国で何箇所ですか。2月1日からの受診者数の数は何人ですか。通告しましたよ。文書で通告してますよ。これは。はい、加藤厚生労働大臣。外来、外来で。 よろしいですね、えー、と47都道府県800、これはです、ね、3月2日の17時点でわれわれの手元にある数字でありますが、あの47都道府県844施設であります、で受診者、これはすべてが都道府県から上がっているわけじゃありませんが、われわれの把握している限り、2月の1日から3月の1日で2185件というふうになっています小池晃君。 1>, でね1月間でこれ843箇所で2000数百だからね、1月で1箇所2人ちょっとなんですね、すごい少なくないですか、すごい少なくないですか、これ、相談センターの相談件数6万件以上なんですよ。でね、6万件を超える相談を受けながらですよ、その30件1人ぐらいしか受診してないわけですよ、私ね、率直に言って、帰国者、接触者相談センターっていうのがバリアになってないか。 やっぱりねそこに行ってそこで受診をちゃんと誘導してんのかまあもちろん現場の人が頑張ってると思いますけどこの数字はあまりにも少なすぎるんじゃないかと思いますがいかがですか加藤厚生労働大臣それは論理が破綻してるもう言ってる人についてだあの委員御指摘のようにあの全国で相談検査7万件ありますただこの7万件の中には全部自分が あの病気だからというんじゃななくてててて一般的な質問も含めて出てきているところでありますただ、相談センターに行っても外来になかなかつないでいただけない、まあ、こういう話もありましたので、改めてそこは周知を図らせていただいて、この相談センター、まあ、これは保健所ということになりますけれども、保健所に対しては、そうした疑いがあって、相談した方は確実に帰国者、接触者外来につないでいただきたいまあ、ことを改めて周知をさせていただいているところであります小池晃君。 帰国者接触者外来に受診している数はあまりにも少ないという印象はお持ちになりませんか加藤厚生労働大臣。これは先ほど申し上げた、ね、2185件そのものが、その報告が上がってきた数字ということでありますから、これはまず全部でないということが、まず一つあるというふうに思います。それから、えー 手元の数字を見ると、多い日においては、例えば2月の25日等においては、277相談があります、このときは 40, 都道40の都道府県から報告が上がってきているということでありますので、手前最近においてはまだ全体の3分の1の都道府県しか、直近の数字はですよ上がってきてないんで、 全体をずっとととみきれないということでありますああ小池晃君全体の3分の1にしても、月に2人が6人になるぐらいですから、ね、やっぱりこれ、桁が違うと思うんですけどね、私ね、やっぱりちゃんと機能しているのかどうか、大変この数字を見ると不安になるわけですよ。それから先ほども議論にありました PCR 検査、保険適用する、私は、ね、保険適用するのは、これは必要だと思うんですが、これ、先ほどあったように、当面はこの843の、 帰国者接触者外来だけで対応するということですね。加藤厚生労働大臣。あの外来と、それからあの感染症等の病院、あるいは一般でも受けていただくところのいわゆる入院施設のある病院等が対象になるということであります小池晃君。だから保険適用しても、その検査ができるのは全国11万ある医療機関の中で843だということですよね。 厚生労働大臣これはあの先ほどもご議論申し上げましたけれども、やはり疑いのある方は一定のところに行っていただきたいということが前提であります、あの他のところに行って、それ以外の患者さんと交わると、ですね逆にそれが感染拡大につながるということですから、これはちょっと PCR とは別の問題として、限られたところで受診をしていただく、このことをお願いをしておりますので、当然そこから PCR 検査に回っていくということになるわけです。 福井君、素直に答える、いやち、ちゃんとね、事実を私は認めるべきだと言ってるんですよ、あのね、私ももうどこでもこのね、PCR ができるようにすべきだということを主張してるわけではありません、これ、咽頭の愚液を取る、あるいは吸痰をする、そうすると大変な被曝の危険があるわけですね、でシールドつけて、やっぱり防護してやらなきゃいけないわけだから、なんかどんな医療機関でもやるべきだと私も思いません。それかからら何のの症状もなないいにに安心になりたいから 検査を受受けけたたいいいととかそんなこまままで受けててらキャパシティオーバーバしてしまいますだから一定の制約することは当然だというふうに思いますけれども、総理はね、昨日こう言ったんですかかりつけ医が必要と考える場合には、すべての患者が PCR 検査ができると、でね、こういうことを言ったら誤解されませんか、総理ね、私は率直にこういったことはやっぱりきちんと訂正すべきだと思いますが、いかがですか。加藤厚生労働大臣 ですからその今はそういうことでありますけれども、先ほど申し上げたように、これから患者数が増加していくことになれば、この帰国者接触者外来ということでの対応はできなくなり、一般の医療機関でしっかり感染防御をしていただく、そういったところの対応をお願いをしていく、まさにかかりつけ医でお願いをしていくということでありますから、その段階ではかかりつけ医から PCR 検査が回ってくるそれにも対応できるようにしていく、これは当然のことだと思います<君>。あのね 今はできませんなんて、総理は一言も言わなかったんですよ、かかりつけ医であれば、ね、どこでもできるようになるんだと、かかりつけ医が必要と考える場合には、すべての患者が PCR 検査できるとおっしゃったわけですよ、でね、こういうの一人歩きするんです、おそらく多くの国民は、保険適用されれば、どこでも検査を受けられるんだろうなというふうに思われたと思いますよ。実は違うわけじゃないですか、11万のうち843箇所としかできないわけですよね。 しかも、接触者外来をやっている病院というのは公開されてませんから、国民から見ればどこでやってるか分からないわけですよ。で、テレビなんかで紹介されているのは、よく紹介されているのは、クリニックに行って、お医者さんが見て、で検査したいと思って保健所相談したけど、できませんでしたということをやってるじゃないですか。で、やっぱり今まではですね、まあ、ある意味で言えば、曲がりなりにもですよ、公的検査を、ドクターが依頼をすれば、まあ、保健所に相談すれば、 場合によっっては受けるケースもあったと思うんですところが、今回は保険適用される、そうなると843の医療機関でしかできなくなると、最初からそこしかできなくなるということになるわけですよ、私はね、あの別にそれがいいとか悪いとか、今のキャパシティから言ったらそうなのかもしれない、でもやっぱり国民に対してもっとね、正しい情報を伝えるべきなんじゃないか、やっぱりね、きちんと総理の言葉で、私が言ったことはこういうことなんですと、説明してください、じゃん安倍内閣総理大臣 あの私はです、ね、今すぐそれができるというふうには申し上げていないわけでございましてえさまざまな対応をしていく中において、まあ、保険適用していくそしてまたあこの検査キット等についてもです、ねまあ、強化をしていくあの拡充をしていく中において今 総理大臣が申し上げましたように、まあ、次のフェーズにおいてです、ね、かかりつけ医等、まあ、地域の医療機関においてです、ね、これは PCR 検査を受けるべきと言われた方についてはです、ね、PCR 検査が受けられるようにしていくというふうに申し上げているわけでございます小池晃君。現時点では、本当にごく一部の843ですから、そういう医療機関だけでやりますということをはっきり言ってください。安倍内閣総理大臣あの 現時点とです、ね、私は、これからそれを目指していくということを混同させたわけでは全くないわけでございまして、私の会見等を見ていただければ、そういう誤解は生じないものと思うわけでございますが、まあ、現時点においてはです、ね、まさに今、厚労大臣から答弁をさせていただいたとおりでございますが、その次のフェーズにおいては、それを目指していくということを申し上げているところでございます小池晃君あの、ね。私はね、言葉が足りないと思いますよ。 言葉が足りないいと思いますよ総理総理ね、こういう説明じゃだめですよ、やっぱり、きちんともう一回、ちゃんと総理の言葉で、こういうことなんだと言ってください。安倍内閣総理大臣。あのいや、それはもう既ですで、ね、に、えー、申し上げているとおりでございまして、小池委員が言われているように、今、そうだというふうには私はそれは全く言っていないわけでございまして、それは小池委員がですね、い、えー、わば、 いいやいやそれはそんなことはないわけでございまして、それは今、加藤大臣からですねえ答弁をさせていただいたえとおりでございまして、まさに次のフェーズにおいては、かかる政治、あるいは地域の医療機関あの先生方において、PCR 検査が必要だと、こういうふうにえ判断された方については、PCR 検査ができるようにしていくと、このように申し上げているわけでございます。

をってる安倍内閣総理大臣これですね、えー、私が述べたことはですね ことはあ検査の中で2、3時間を用意しているウイルスを検出するための作業を15分程度に短縮できる新しい簡易検査機器の開発を進めています、この1ヶ月間、試薬の開発、精度向上などに取り組んできたところであり、3月中の利用開始を目指します、こうした取り組みを総動員することでと、これ、私、売ってます。これはこれれはは 会見において本部においての私の発言でございますが、これ、本部においてこれ言ってるんですから、その本部での発言が誤解を招くと、小池委員は言っておられますから、それ今、手元にあるです、ね、これ私の発言、発言をそのまま読まさせていただいております。かかりつけ医など、身近にいるお医者さんが必要と考える場合には、すべての患者の皆さんが PCR 検査を受けることができる、十分な検査能力を確保いたしますと、こう言っているわけでございますい小池晃君。違う 社会議員の話てはい、それを言ってる前段に全ての病院で検査を受けられるようになりますとまず断言をして、後段で簡易決済キットは3月中に実用化していきまして、2段階なんですよ。都合のいいところを読まないでください。前段の部分を聞いているんです。これは後段でしょ、総理。だって前段と後段。はい、安倍内閣総理大臣。 あの来週中に PC PCR 検査に医療保険を提供いたします、これにより、保険証を経由することなく、民間の検査機関に直接、検査依頼を行うことが可能となります。民間検査の、えー、検査能力も大幅に増強されますこういうふうに申し上げており、その次に先ほど申し上げたことを言っているわけでございますから、えー、今すぐにできるということを、私は全くも申し上げていないということは明確ではないかと、このように思います。 小池君いや、これをね、読めば、保険適用により、保険上経営することなく、直接検査依頼を行うことが可能となりますと言ってるわけですねだそう、これを普通の人が聞いたら、保険適用されれば、これは検査出せるようになるんだなと思うじゃないですか、だから、ね、あのなんかね、つまんないことって自民党の席から言ったけどね、こういうことが大事だと思いますよ、僕は。やっぱりだってこ、笑ってるけど、総理ね、国民の皆さんは本当に不安に思ってるんだから。 正確に誤解の余地なきように、きちんと総理が自分の言葉でしゃべるということが、こういうときは大事じゃないですか安倍内閣総理大臣で。これを見ていただければ明らかなんですが、今、申し上げました、あ大幅に増長されますといい、そして加えてといって、加えてといって、えー、このおいわば、えー、15分程度に短縮できると、簡易検査、えー、機器の開発を進めていますと、いやいや別じゃなくて、これはつながっているんです。 えー、おいやだってその次に来ているんですから、これ、見てます、それ、駅、えー、の開発を進めています、でこの1か月間、市役の開発、制度向上などに取り組んできたところであり、3月中の利用開始を目指します、でこうした、こうした取り組みを総動員することで、ここを言っているわけでございまして、その後と、かかりつけなどということを申し上げているわけでございまして、えー、いわば小池さんがです、ね、言っておられることは、全然、ご得されておられるんだろうと、このように思います。 小池晃君なんかあの、読み方が悪いんだと誤解をする方が悪いんだみたいなね、そういう開き直りですよね、はっきり言って、やっぱりね、こういったことはやっぱり素直に認めた方がいい、だって、今日の新聞だって、それをどう取るのかって、結構各紙、いろんなこと書いてましたよで、やっぱりね、みんなこれね、どうなってるんだろうと思ってるわけですよ、だからはっきり言えば、保険適用しても、すべてのかかりつけ医で検査を受けることなどできないんです。 834の医療機関しかできないわけです、843の。ねで、今後、もしも感染が拡大して、新たなフェーズになったときには、一般の医療機関でもできるようになるかもしれません。こういう世界でしょ、検査能力の問題だってあるわけでしょ、やっぱりそういったことをちゃんと語らなければ、いや、保険適用、今週中にできますと、そしたら病院にみんな行きますよ。 で私、検査してくださいって出てくる,ると思いますよ、このままだと。そういうふうになったらまずいじゃないですか、だから正確な物言いをするべきだと、私は別に、総理をこうなんていうか、球団批判してんじゃなくて、やっぱり丁寧な説明をしていただきたいということを、繰り返し求めてるんですから、素直に言ってくださいよということなんですが、私は言ったとおりでよろしいですね <laughs> 安倍内閣総理大臣。いやあの まさに私が申し上げたことはです、ね、先ほど申し上げましたように、えー民,間えー、民間検査機関の検査能力も大幅に増強されますと、こう言っているわけであります。まあ、それは PCR 検査に医療保険を適用いたします。これにより、と保険証を経由することなく、民間の検査機関に直接、検査依頼を行うことが可能となります。そして、民間検査機関の検査能力も大幅に増強されますこう言っているわけでございます。そしてて加えて現在 とこう言ってです、ね、そして3月中の利用開始を目指しますとこう言っているわけでありますそのあとのです、ね、制度向上をまた15分程度に短縮できるということについて述べ そうしたその上において、こうした取り組みを総動員することで、かかりつけ医など、身近にいるお医者さんが必要と考える場合には、すべての患者の皆さんが PCR 検査を受けることができる十分な検査能力を確保いたしますと、こう言っているわけでございまして、それはですね今、当然これ、こうしたことを総動員すると言っているわけでありますから、3月中の利用開始を目指していくということ等について、そ,そうしたことを総動員した後とということで、述べているところでございます。

ですから先ほど私、ご説明しましたに、またある意味じゃ、それを小池委員が復唱されたという部分はあるんだと思いますけれども、総理は総理として、しっかりとあの我々われ、そごのなく発信をしていると思いますけれども、現時点で申し上げれば、まずこの PCR 検査、云々は別として、やはり疑いのある方は、接触者、ごめんなさい、帰国者接触者外来、ここで受けていただくことが、他の 病気を持っている方に感染をさせないためにも非常に大事であります、そしてそこに来ていただいて、その帰国者接触者外来の先生が総合的に判断して必要だとした場合には、これまでは保健所の一応まあ許可といいますか、あれが必要ですから、必要でしたけれども、保険の適用になれば、それはパスして、それぞれの民間の検査機関等で検査をしていただく状況ができるという、これが今の状況であります。ただ今後 この増加感染者が増加することになれば特うした帰国者接触者外来でも適対応できなくなってくればですね当然感染防止を行った一般の医療機関まさにかかりつけ医で対応していただくということになりますその場合にはそれまでにも検査能力を上げていく努力をしていく必要がありますけれどもそうした段階ではかかりつけ医から PCR 検査を出していただいてそれに対して反対を という仕組みをですね、作っていく、まあ、それに向けて努力をしていく。これが今の私どものスタンスであります。小池晃君まあ、ねあの。コミュニケーション本当大事だと思うんですよ。リスクコミュニケーションですよね。やっぱりこれだけ国民が不安を抱えているんだから。誤解の余地のない丁寧な説明に心がけるべきだと思うし。やっぱりあの説明を聞けば、あ。もう。この p. C. R. 検査を受けられるようになるんだろうなと。受け取った国民は私はかなりいると思いますよ。かなりいると思いますよ。 マスコミの皆さんだってそういう前提で書いてるとかってありましたよ、誤解を生んでるんですよ、それから、接触、帰国者、接触者外来っていうようなね、ワーディングだって、僕はね、これはやっぱりねどういかが、いかがなものかと思いますよ、こういったことをやっぱりね、丁寧にやることが、こういうとき一番大事なんだということを申し上げたい、国立感染症研究所の年間予算、今まで最も予算額が多かったのは、いつで、いくらでしたか。はい 宮崎正則健康局長お答え申し上げます、えー、ここ10年で一,、えー、一番多かったのは平成21年度でございまして、えーえーえー、98億7500万でございます 小池晃君自然 <laughs> にもらっているのは違うんですけれど、うん、平成19年度107億1700億万円107億で今はいくらですか令和2年度予算はい宮崎健康局長はっきりおっしゃってくださいえー、お答え申し上げますえー、と2年度は予算案でございますので、えー、元年度の当初予算では、えー と六十億五千万円でございます。はい、加藤厚生労働大臣。<laughs> あの平成十三年度以降ということで、えー、平成九平成十九年度の予算、ちょっと私の手元の数字では百七億一千七百万であります。 で令和2年度においての当初予算は64億9600万円でありますただです、ね、平成19年度には施設の新設工事、要するに工事費が相当入っているという事情があります。まあ、そうしたものを除きますとお 設工事費、整備費を除いた数字では、平成20年度のです、ね、63億9500万が一番大きい数字で、令和2年度は62億5600万ということで、まあ、それほど高がない、といということになります小池晃君えと、職員数実人,実人数で今、何人ですか加藤厚生労働大臣。 あの令和2年2月1日現在でありますが、研究所全体では、これ、実員でありますけれども、348名ということでありま新型コロナウイルス担当するウイルス3部の実人数と、それから今行われている検査の件数と、実際にその検査に携わっている人は何人か、お答えください。 加藤厚生労働大臣えとウイルス3部は16名であります、また新型コロナウイルスの PCR 検査については、今申し上げたウイルス3部の方を中心に、まあ、研究所内の他の部からの応援および新たに確保したこの派遣技師もお願いしてますんで、合計78名の中から、ローテーション、これはもうまあ24時間で分わけていきませんが、ローテーションを組んで対応させていただいております。 また2月18日から29日までの間に、国立感染症研究所で実施した PCR 検査の件数は1946件となっていますみません、質の小池晃君あの。ローテーションという話でね、実際に検査に当たっておられるのは11人から13人ぐらいで常時やっていると聞いてますから、まあ、本当に大変な中で奮闘されてるとは思うんですね。 で一方でアメリカはどうか、アメリカの CDC ・疾病管理センター、これ、今パネルにしてまいりましたが、トム・フリーデン前長官の最近のレポート見ました、年間予算120億米ドル、アメリカ国民1人当たり40ドルですね、常勤職員1万4000人、それ以外に契約職員が1万人、まあ、国立感染研の予算の200倍、40倍以上の人員でやってるわけですよ、ですぐにこんな水準はできません。ただ 日本でもです、ね、十分な予算、質量ともに十分な人材、ほかの機関との堅密な連携、そして政治から独立をした、やっぱり感染症対策のね、センター必要じゃないかなと、総理ね、やっぱり国を守るっていうんであれば、こういう部門にこそ、潤沢な予算を注ぎ込む、アメリカの CDC のような、やっぱりこういう体制作っていくための第一歩をね、今回の機会に、やっぱり国立感染症研究所の抜本的な強化、すべきじゃありませんか、いかがですか。 はい、加藤厚生労働大臣まあの今回の CDC だけじゃなくてです、ね、アメリカと比較するとです、ね、悲願の差を常に感じることは、私も常に痛感をさせていただいているところであります。 まあそういった意味で、今回、感染症対策にあたっては、委員ご指摘のように、国立感染症研究所、あるいは地方においては地方衛生研究所の皆さん方が本当に今、必死になって対応していただいているところでありますし、また、常時、感染症のサーベランス業務も実施をしております、また、地域でこうした感染症が出れば、先ほどの第3部ではありませんが、違うセクションからですねその疫学の専門家が行って、現地でおいて積極的疫学調査等も対応させていただいている。さらには、えー 日本の環境,環境感染学会等、まあ、いろんな方のご協力もいただきながら、今日やらせていただいているということであります。まあ、あの一気に CDC、また CDC そのものは、ご承知のように、アメリカの保健福祉省の直轄の執行機関。 そして CDC の所長は大統領の任命、いわゆるポリティカルアポンティということになります。まあ、そういった意味で、これは制度の違いがいろいろありますから、あの直ちにそれを導入するということには私はならないと思いますけれども、いずれにしてもまあ今回の感染症のこうした状況への対応を考えて、えこうしたまあ組織面であり、人員面であり、能力面であり、えまあ、ある意味では予算面にあえても、さらに充実を図るべく努力をしていきたいと思います。 小池晃君抜本的な強化がね、私は必要だというふうに思います、国立感染症研究所をやっぱり強化していくと、そして CDC のような、ね、組織目指していくと、中小零細企業から今、悲鳴が上がっています、政府の要請で外出を控える、外食をやめるイベントを自粛する、そういう間も、中小業者は家賃は出ていく、リース料は出ていく、見払金の督促も待ってはくれない、どんどん出欠が続く、一方で収入の道が断たれるわけですね。 一体どうしてくれるのかという声が上がっています、経産省に聞きますが、リーマン・ショックのときは20兆円の緊急保障制度、98年の金融危機のときは、金融安定化特別保障制度、30兆円まで拡大しました、ところが今回、5000億円です。であのこれ、2月13日に決めたわけで、事態は全く変わっているわけですから、これ、思い切って拡充するべきではありませんか梶山経済産業大臣。 全国に設置しました相談窓口に各地の幅広い業者から、幅広い事業者から特に資金繰りに関する相談が約6000件寄せられております。まあ、こうした事業者からの相談の状況を踏まえて、当面の緊急的措置として融資信用保証枠の 需要を最大限見積もった結果として、約5000億円を確保したところであります。まずはこの執行の加速化に全力を挙げることが重要と認識をしております。このため、今週月曜日、昨日ですけれども、3月2日には、早速、すべての都道府県を対象にセーフティーネット保証4号を発動いたしまして、本日、5号の対象とする業種も公表をしたところであります。リーマンショックを背景とする世界的な経済金融危機時にも、 影響のの広がりりををを踏ままえててて段階的に支援措置を講じていったものと承知をしております引き続き事態の変化、事業者に与える影響を丁寧に把握をし、過去の対策も参考にしつつ、必要な対策を検討してまいりたいと考えております小池晃君。愛知県の舞台イベント業をやっている方から声が寄せられました、日本政策金融公庫のコロナ支援を見つけて、公庫に電話をしました。 あくまで普通貸付に対してコロナの影響を加味していくものですので、通常貸付のような審査があります。過去の決算書2期、本年度の試算書を持ってきてください。1、2週間後に面題して、その後、融資の可否が決まります。コロナ、コロナと言いながら、これはね、やってるふりだけしてるんじゃないかと、この方、怒ってますよ。ねで、こういうことでいいんだろうかと私、は思うんです。もう本当にね、この方言ってるのは、私が何をしたのでしょうか、何かしくじったのでしょうか。 なんでこうなるんですか、あまりにも理不尽じゃないかと、こういう声ですよ、私ね、本当に真剣にやっていただきたいと思う、経産省の新型コロナ対策の中で予備費計上しているものありますか梶山厚生経済産業大臣。 予備費のお尋ねありました先ほど申しました、5000億の規模の貸付保証枠を設定するとともに、サプライチェーンの既存などにも対応するための支援を盛り込んだところでありまして、4億5000万円予備費を計上しておりまして、マスクの生産設備導入補助事業ということで、マスクの製造業者や原材料の製造業者などによる設備投資を支援し、 国内での増産を早期に実現するために措置したものでありまして、2月20日の公募開始後、先週末に第1弾として、3件の支援を決定をしたところであります。引き続き、今回の事態の状況変化を見極めつつ、必要な対策を速やかに講じていくところであります小池晃君。4億5000万円だけでしょこれでいいんですかって話ですよ。厚労省に聞きます。 新型コロナウイルスに関わる衛生環境激変特別貸付説明してください加藤厚生労働大臣新型コロナウイルスの発生及び感染拡大の影響を受けた所管業等営業者の資金繰りを支援するため日本政策金融公庫から 2月21日より、衛生環境激変対策特別貸し付けを実施をしております。この貸し付けは、感染症や食中毒の発生による衛生環境の激変に伴い、一時的に業況が悪化した生活衛生関係営業者の経営を安定させるため、特別に実施さ,せるされる制度でありまして、貸し付け利率については、振興計画に基づく事業を実施している者については、 基準金利利よりり低いい率を適用するととうことでありますまた、それ以外のものについては、基準利率、これ、基準利率は3月2日現在、1.91%であります。また、営業者からの返済猶予等の条件変更について、柔軟な対応を行うよう、日本政策金融庫に対して要請を行っているということであります小池。 福岡君金利1.9でしょ、これね、今どきこれだ高金利ですよ。でね、売り上げが激減している中小業者の支援にこれでなるんですか、これは経産省かもしれないが、財当からの調達金利は今00、0.003%ですよ、ね、0.003%ですよ。無利子、無担保,個保、個人保障なしにすべきじゃないですか。梶山経済産業大臣 利息につきましては、今おっしゃったとおり1.91、この経費につきましては、調達金利と経費とまあ信用に対する余震の経費を織り込んでいるところであります。まあ、今おっしゃったような無担保ということではありますけれども、無利子はなかなか難しいと思っております小池晃君。0.003%で借りたお金を1.9%でね、貸す。 いや、氷菓子とは言いませんよ、さすがに私も。でも、何とかなりませんか。いいですか。梶。梶山経済産業大臣。あの。 利息につきましては、先ほど言いましたようなあの状況でありまして、あの構成されて、そういうもので構成をされているということでありますが、段階、え状況の変化に応じて、いろいろな政策というものはあろうかと思います。まあ、そういったと,ところに利子補給であるとか、そういったものも出てくる可能性はあると思っております小池晃君、状況変化してんですよ、激変してんですよ、総理、こういったこと検討すべきじゃないですか。 梶山経済産業大臣あのまだ貸し付けが始まったばかりでありまして、先ほどまあいろんな例がありましたけれども、もう一回丁寧なご意見を聞くようなあ指示をしたいと思っておりますけれども、まずはこのセーフティーネット貸し付けとセーフ、セーフティーネット融資をしっかりとやっていくことだと思っております小池晃君。急いでやんなきゃ、こういうことこそ、一律休校よりもこういう方が急ぐんですよ。 総理安倍内閣総理大臣あの金利、経産大臣からお答えをさせていただいた金利については、これは災害のときと同じ金利でございますが、あのそれ以上の,です、ね、この要因ということがあれば、また今回のことについては、相当特別な要因が多々あると思いますので、検討したいと思います小池晃君。災害以上の要因があるわけですよ。 政策によよるる要因があるわけですよだから私は政治の責任が問われているとで。全体の経済でいうと大変なことになっている。雇用情勢も悪化している。GDP は10、12月期でマイナス6.3。そこに雇用の悪化が加わっているわけですね。これは消費税ですよ、この最大の原因はね。で、そこにコロナウイルスの問題が加わって、大変なことになっている。1月に破産申請した山形唯一のデパート、大沼山形本店は、代表取締役が、 消費税増税後、売上高が前年比で3割、4割減少した異次元の落ち込みだ。そして、大手百貨店2月の売上も三越銀座店マイナス36.2%、昨年リニューアルした大丸新場所本店マイナス45.5%。総理ね、やっぱり次元の違う、大不況が起こりつつあるんじゃないですか。次元の違う対応が必要だと私は思う。やっぱり消費税増税が大不況の引き上げを引いたんだから、総理。 やっぱり消費税5%の減税に踏み切るということも含めた、抜本的な経済対策を求めます、総理答えてくださいしだめ、あの,あの新型コロナウイルス感染症のです、ね、経済の影響、これはあのかなり厳しいものが日本経済に表れているという認識は持っております。えー、一方でで消費税はですね これは消費税率引き上げ分、これはすべて社会保障財源に充てられるということになっておりますので、これは高齢者への安心、あるいは全世代型社会保障改革へつなげていく上で、我々どうしても必要なものだということで、実行したわけでございます。他方、前回以上にですね今回は対策をしっかり打って、これは軽減税率もあります、それから幼児教育、保育の無償化もあります。なあ 対策を打っておりますのでこのことで負担は一定の支えと負担軽減になっているというふうに思いますけれどもいずれにしても海外リスクに備えて先般成立しました補正予算をですねしっかりと早期に実行して万全の対策を打っていきたいというふうに考えております合わせて2700億の予備費を活用していくということでございますいずれにしても躊躇なく状況を見ながら経済運営には万全を期していきたいというふうに考えております安倍内閣総理大臣ああのまあ消費税の引き上げを 財源にして何を行っているかということについては、西村大臣から答弁をさせていただいたとおりでございますが、全世代型社会保障制度へと大きく転換をしていくために、どうしても必要なものであったわけであります。他方ですね、経済財政運営については、引き続き消費税率引き上げによる影響について注視をしてまいりますが、今般の新型コロナウイルス感染症が景気全体に与える影響に対しては、 26兆円のです、ね、総合経済対策を着実に実行し、そして世界経済の動向も十分に注視しながら、そのインパクトに見合うだけの必要かつ十分な経済財政政策を行っていく考えでございます小池晃君。私はあまりに危機感がなさすぎると思います、しかも社会保障、全世代方、今日議論、ちょっと時間の関係できませんが、全世代方の、ね、大改革ですよ、これ、はっきり言って。まあ、そういう問題もあるということを申し上げておきたいと思います。残りの時間 職場におけるジェンダー平等ののの問問題題男女の賃金格差の問題を取り上げますこれは OECD のデータをもとに、G7 のフルタイム労働者の男女間の賃金格差を示したもので、日本は格差が最も大きい、しかも女性は非正規の比率が高いですから、実際はもっと大きいと思うんですね。厚労省はこの要因について、どう認識し、どう打開しようとしてますか。加藤厚生労働大臣 フルタイムですよねあの、まあ、いずれにしてもあの男女間の賃金格差の改善を図ることは重要な課題であります。あの男女間の賃金格差がどういう要因で、えー、起きているのかということについて、えー、厚労省等の統計等を使って分析をさせていただいた中においては、やはり管理職のおける比率が男女でずいぶん違うということ、それから勤続年数がまたこれ、男女で違うということ。 こういったことが主とした要因として挙げられているわけでありまして、したがって管理職、女性の管理職の登用を進めるとともに、職業と家庭生活を両立しやすくするということなどを通じて、女性が働きやすい環境をつくり、勤続年数が伸びていく、そういった中で男女間の賃金格差の改善を進めていきたいというふうに思っております。厚労省では、昨年5月末に成立した改正女性活躍推進法において、 管理職比率の目標など、自社の課題に基づいた目標を設定をし、取り組むための事業主行動計画の策定義務の対象範囲を、これまでの301人から101人まで拡大を、対象の企業を拡大いたしました、また、えー、保育の受け皿の整備と、料理支援体制の整備もさらに進めていく、まあ、こうした取り組みを総合的に取り進めていくことで、男女間の賃金格差の解消を図っていきたいというふうに考えています。 小池晃君あの勤務、勤続年数短いというけれども、賃金構造基本統計調査でも、入社時点ですでに男性の86%程度でありますで、情報公開だとおっしゃいました、これは第一歩です、しかし、昨年の除活法の審議の際に、賃金格差の公表は義務付けられませんでした、奨励で必要に応じて把握しなければならないと、あるだけですで、把握することすら必要に応じてであり、義務ではありません。 これでどうして是正が進むんでしょうか。加藤厚生労働大臣あの今、議員ご指摘のように、あの今回の除措法の改正では、さまざまな議論がありまして、えー、女性活動に基づく情報公表や行動計画を策定する単位の状況把握、この男女の賃金の差については義務としていない。 まあ一方で、男女の賃金の際は各企業における女性活躍推進のための取り組みを図る上で、大変重要な指標であるということから、行動計画の策定指針、策定指針というのがありますが、そこにおいて、その積極的な把握を行う重要性を明記するなど、事業主が積極的な把握に努めることを促す対応も行ったところであります。さらにこの 取り組みをよくしているという企業に対してあの、プラチナエルボシというのを出すことにしておりますが、まあ、その認定基準においても、雇用管理区分ごとの男女の賃金の際の状況の把握をしっかり行っているということを、認定基準の一つにもさせていただいているところであります小池晃君、あれこれ言うけど、賃金格差の把握をなんで義務にしないんですか。 公表賃金格差の公表、なんで義務にしないんですかと言っている加藤厚生労働大臣これはまさにあの議論した昨年の労働政策議審議会においては、男女の賃金の差異は複合的な要因の結果の指標であることから、単純な企業間比較が難しく、一律に公表すると、求職者の誤解を招く恐れがある。 その主な原因である男女間の管理職比率と勤続年数の異これはすでに必ず状況把握が必要な項目とされているということ、また企業負担を考慮すると、さらに男女の賃金の異の状況把握を義務,義務化することについては慎重な検討が必要である、党、まあの意見があってです、ね、先ほど申し上げたような対応になっているということであります。 小池晃君、まあ、企業側の要求がそうだったということだと思うんですが、労働政策研究研修機構の調査では、男女間賃金格差指数を定期的に計算、分析している企業はわずか3.3%、8割の企業は計算したことがないって言ってるわけですで。自主性に委ねていたらば、やっぱり男女賃金格差を把握して解消する取り組みを行う企業は少ないんですよ、これが実態なんですね。で企業をして性差別の解消とか 男女間の格差縮小に向けて、本気で取り組ませるためには。まず企業自身に把握をさせて。で、公表までいかなくて、まず把握はさせて。そして企業自身が気づくと。いうことがどうしても必要じゃないですか。そのことも否定されるんですか。加藤厚生労働大臣。あの、まず委員御指摘のように、あの使用者側の意見だけではなくてですね、公益委員からも。 例えば近年です、ね、あの女性の採用に積極的になると,となれば、いやいやいや、勤続年数が短い層に女性が多くなって、結果的に男女間賃金が広がってしまう、まさに女性労働の構造変化が、構造が変化してた現状ではです、ね、女性活躍の取り組みの実態を反映しない数字があるとなる懸念があること等の意見もあったということは申し上げておきたいというふうに思います。でそのの上ににおいて今ご指摘のようにその 企業自身に男女間の格差、男女の活躍に向けた課題をしっかりと認識をしていただき、それを解消するための取り組みを促すことは重要でありまして、そのための施策がまさに女性活躍推進法そのものでありますので、こうしたことを通じてです、ね、企業における取り組みがしっかりと進んでいく、それからあの先ほど申し上げた女性の管理職比率とか、 男女の平均金属勤務年数など、これはもうしっかり把握してもらうという指標になっておりますから、そういった指標をです、ね、把握をし、行動計画を策定する等々を通じてです、ね、しっかりとえい、いやいや、そういうことを通じてです、ね、まさにこの女性活躍推進法っていうのは、そういったことを自分でせかあの状況を把握し、策定し、そして一部の出自を公表する、まあ、こういうことを通じてです、ね、企業の取り組みを促す、こういう仕組みになっているわけであります。 はい、小池晃君聞いてることに答えてくださいよ、なんで賃金格差という大事な指標を把握することすら義務にしないんですかと加藤厚生労働大臣。いやですから、それは先ほど申し上げた、労政審の議論と踏まえ。 またそれ自体の数字や先ほど、公益委員のお話を申し上げましたけれども、女性活躍を推進しなきゃいけない、また神経でたくさんの女性を採用した、そういうところでは当然、金属年数短いですから、男女間格差の比率は広がるこういうことになりますので、それが的確な指標なのかどうか、こうした指摘もあったということであります。 はいはい、小池晃さん全く答えてない、まあ、老政審で要するにあの否定されたというだけの話ですよねで、要するに把握を義務にしなければ、企業は計算すらしないんだという実態があるじゃないですか、イギリスはですよ、イギリスはこの情報公開条文で2010年、義務付けたんです、しかし、実際やってみたら、あのあの自主的にやらせようと、雇用主の自主的な取り組みでやろうと言って、やんなかったんです、義務にしなかったんです。 でところが、これでは全然やらないということで、2017年ね、義務化に踏み切ったっていう経過もあるわけですね。私はね、やっぱりこれはね、きちんと法律で義務にすることなしに、企業に気づきはないですよ。企業は動きませんよ。それが必要だと。財務省にも聞きます。有価証券報告書では99年3月まで、平均給与月額、平均勤続年数、従業員数など、全部男女間で開示してました。ででやめたんですか 有価証券報告書で公開された貴重な情報はね、これは格差是正を求める労働者、女性運動の非常に重要な指標になっていた、復活すべきじゃないですか。総財務大臣。今、ご指摘のありました、有価証券報告書というのは、これは省令の改正によって、えー、1999年の3月までにこれで廃止されております、これを今、復活すべきではないかという話はね、教育さんに言ってるのは。 あの本来、金融証券取引所の有価保険証券報告書というのは、投資者のこれは投資判断に資することを目的として、企業の事業内容や財務内容を開示を求めるというものが本来の趣旨でありまし従いまして、有価証券報告上、男女別の従業員に関する給与、平均給与の月額などの情報開示は、これは企業に対してこれを再び義務付けろち上わけでしょ。 でそのことに関しては、これは投資者の投資判断にとっての有用性があるかと、また開示する企業の負担等々を考えて、慎重に検討することが必要だと思っている、これは自由にやってますんで、確か自動車会社なんか、スバルなんかやってない、まだ、スバル知らないスバルあ,そこ,のあのそこの会社には乗っかってますよ、これ、両方やってるとか、だから両方やってるんで、義務付けられてはいませんけど、やってるところもあるというように理解された、いかがでしょう。 なん何で辞めたんですか、やってるところもあるわけでしょ、で私ね、党資にこれ、重要な情報だと思いますよ、ジェンダー平等を重視している企業かどうかというのは、将来、その企業が、ね、本当に社会的にね、やっぱり発展していくかどうかの大事な指標じゃないですか、むしろ公表を義務づけるべきですよ、どうですか。麻生財務大臣 これ今申し,申し上げましたとおりに、少なくとも投資,投資者にとって、投資判断にとって、有用性があるかどうか、等々いろいろ考えた結果、また、この企業をさせられる、開示する企業の側にとっても負担ですからね、当然のこととして、経営者にそれは結構負担よ、これ、あのだからそういった意味では、総合的にこれ信療することだということで判断されたんだと理解してますが。 池晃君いや企業にとって負担、それはと負担になるでしょう、しかし、そういう情報を明らかにすることは、社会にとって大きなメリットになるじゃないですか、なぜそれをやらないのかと言ってるの総んだ。今、申し上げましたように、有価証券取引所の記載内容について、これは従,従来の単体情報の開示から、これは連結情報等々を開示する、転換する中で、開示項目がいろいろ簡素化されているて。 かれ感想がされていった、あのとき確かそうだったと記憶しますから、そういった中の一環として改革されたんだと思っていま財務省財務総合研究所のレポートにこのような記載がありました、男女間の賃金格差については、女性の活躍に関する進捗を図る観点でも有効な指標であるにもかかわらず、企業内部では把握は義務化されておらず、外部からも確認できない状況となっている、働く女性が直面している男女間の賃金格差の解消は、 男女平等を推し進めるのみならず、女性および次世代を担う子どもの貧困リスクの減少にも寄与すると考えられる、これ、個人的見解だと書いてます、この論文は。しかしね、私、これ、まっとうな意見だと思いますよ。大変重要だと思いますよ。いじめたりしないでくださいよ。ねでこういう大事な指摘をやっぱり受けて、私ね、極めて今日前向きなことを提案してるんですよ。やっぱりこういったことをちゃんと情報公開をする。アイスランドでは2018年に この同等業務に従事する男女従業員に同額賃金を支払うという証明書の取得を、使用者に義務づけるということをやってるんです、総理ねで、これやんなければ罰金まで貸すと、世界はそういうふうに進んでるんです。総理ね、やっぱりね、先進事例に学んで、日本の取り組みね、進めるべきじゃないか、まず第一歩として、男女賃金格差を企業の把握の義務づけをする、そして私は情報公開の対象にもするべきだと思いますが、総理、いかがですか。 麻生財務大臣改めて申し上げますけれども、金融証券取引法に基づきます企業情報の開示についての話だと思いますけどね、何回も聞いてますけど、投資情報としての有用性の観点から、連結情報を中心としつつ、単体情報の開示は可能な範囲で簡素化するということで効率化を図るということで、これ、基本的になったのは1999年の方だと思いますが。 こうした経緯を踏まえて、男女別の平均給与月額などの情報開示につきましての、その開示情報として再び義務づけるということに関しましては、先ほど申し上げた当時の理由ですちょっと総理、これは総理だよ、総理総理安倍内閣総理大臣あの、まさにこれは小池委員が言われたようにですね、えー ダイバーシティを重視する経営はです、ね、今まさに世界の常識となっているところでございます。また、女性の目線やです、ね、女性の力を生かさない企業は、マーケットから評価されないというのは、これは事実であろうと、こう思うところでございまして、まあ、こうした観点から安倍内閣は発足以来、女性活躍の旗を掲げて、女性の就業、コーポレートガバナンス改革などに取り組んできているところでございます。 えーまあ、ジェンダー平等なくして、まさに21世紀の未来を切り開くことはできないと考えているところでございますが、まあ、その中,中でですね、まあ、どうすべきか、あの今、えー、麻生大臣、それぞれ、えーまあ、お答えをさせていただいたところでございますが、まあ、今、私が申し上げたような観点からですね、えー、観点から、今まで、 有価証券報告書等にです、ね、あの女性役員の数等をです、ね、書き入れること等について、まあ、義務化してきたところでございますが、そうした方向とです、ね、果たして同じ方向なのかどうかということについては、我々もよく検討しなければならないと、このように思っておりますが、現段階でのです、ね、評価等については、財務大臣から答弁をさせていただいたところでございますが、あのこれはあの、 我の基本的な考え方についてですね、これ、小池委員に誤解されてはならないと思いまして、今、答えをさせていただいているのが基本方針でございまして、その中で、こうした基本的な方向性に果たして合うかどうかということについては、しっかりと見ていきたいと、こう思って、小池晃君、基本的な方向にまさに合致していると思いますよ、言ってることでやってることの矛盾に、私は感じませんかねえ 目指している方向性という、今やっている政策と本当大きな矛盾があると思いますよ、そこはやっぱりね、見直すべきだ、職場におけるジェンダー平等のための課題は、賃金格差だけではありません、昨年6月、ILO 総会で採択された、職場における暴力とハラスメントを禁止する195条約、日本政府も賛成しましたが、その内容と意義について、総理、どのようにお考えですか厚生労働大臣。総理は答えようとしたよ安倍内閣総理大臣。はいあの えー、この、えー、まあ、男女平等の意義についてでありますが先ほど私は答弁をさせていただきましたが、ああ、えー、まあ、女性に対するですね、まさにこの暴力などはですね、許し許し方へ人権の侵害であろうと思っています。来年度おおいさんには民間シェルター支援などの施策を盛り込んでおりますが、あ DV, D.V. 対策などの取り組みもですね、引き続き力強く。 すみません、ちょっと質問を正しく聞いておりませんでした、あこの失礼いたしました、大変、あ大変失礼いたしました。あの ILO 総会で採択された職場における暴力とハラスメントに禁止する1 9 5条約についてのこのご質問だったと、このように思うところでございますが、仕事の世界における暴力とハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけるあってはならないことと認識をしております。こうした観点から、日本政府としてはこれに対応するための新たな国際労働基準としての意義は大きいと考え、 昨年6月ののの総会ににおける条約の採択に賛成をしたものでありますこの条約に関しては、国内法制との整合性を今後、さらに検討する必要がありますが、まずは先般成立をしたハラスメント防止対策を強化する改正法の着実な実施等を通じて、暴力とハラスメントのない世界の実現に向けて引き続き尽力をしていく考えでございます小池晃君。聞いててくださいね。 クートゥーという運動がございます。クートゥーというのは、靴、靴、そして性暴力を告発するミートゥー、まあ、こういったことに合わせた言葉で、同じ職種、仕事内容であれば、女性にも男性と同じヒールのない革靴の選択肢を与えてくださいと。パンプス、ヒール、人によっては外反母趾なる足から血が出る、豆ができる、靴ずれが起こる、腰が痛くなる、さまざまな健康被害を招きます。<laughs> 加えて、仕事をする上では、動きづらい、走れない、足が痛くなる。 これ、差別の問題というだけではありません、健康問題であり、労働問題であります。昨年1月に女優の石川由美さんがツイッターに、私はいつか女性が仕事でヒールやパンプスを履かなきゃいけないという風刺をなくしたい、なんで足けがしながら仕事しなきゃいけないんだろう、男の人はペタンコ靴なのにと投稿してで、これが共感が短期間に広がってで、署名は6月に厚生労働省に提出をされ、でその後も広がって3万2000人を超える賛同を詰めています。 総理、ね、こうした運動が広がっていることをご存じでしたか、こういう声に耳を傾ける必要があると思いませんか安倍内閣総理大臣あの今、小池委員が紹介をされたようにです、ね、職場における女性に対するパンプスの着用の強制をなくすよう求める空痛運動が行われていることは、これは承知をしております。 まあ職場での服装に関しては、単なる苦痛を仕切るような合理性を欠くルールを女性に仕切ることは許されないのは、これは当然のことだろうと思います。まあ、一方で、個々の企業の提供するサービスや、業務の内容、社会的な慣習等、さまざまな事情を踏まえ、各企業でさまざまなルールが設けられていると考えられ、その適宜を政府として一概に判断することは難しいと考えておりますが、 このため、職場の服装に関するルールに関しては、まずはそれぞれの職場において、関係法令の趣旨も踏まえつつ、同士でよく話し合っていただくことが重要であると考えておりますが、いずれにいたしましても、このパンプスの着用を強制するような、いわば苦痛をひるような合理性を欠くルールを女性に、職場での服装に関してはですね、 強制苦痛を強いるような合理性を欠くルールを女性に強いることは、うるさなのは当然のことであろうと、こう考えております、はい、小池晃君。大変大事な答弁だったんではないかなというふうに思って聞きました。具体例を、ね、お示しをしたいんですが、これ、日本航空の女性客室乗務員の制服規定であります。でこの制服規定では、指定品として、機外ではヒール高3センチから6センチのパンプス。 機内に入るとき、お客様搭乗前までということでね、タイミングまで指定され、機内に入ると高さ3センチから4センチ、横幅3センチから4センチというんですね。で、私はね、こういうその女性にだけですよ、別にパンプス履きたい人は履いてもいいんですよ、女性にだけこういうこのものを強制するのは明らかに差別ではないかと思いますが、先ほどの総理の答弁で言えば、そういうことになるんじゃないかと思いますが、この個別の事例についてどうこうっていうんじゃありません。 やっぱり女性にだけ特別の高さのヒールのパンプスを履きなさいというのは、やっぱりこれは差別に当たるんじゃないですか、どうですか安倍内閣総理大臣。あの個別の事案についてです、ね、私はここで評価することは申し,上げ申し上げることは控えたいと思いますが、まさにこの職場の服装に関してです、ね、この単に苦痛を強いるような合理性を欠くルールを女性に知ることは。 許されないいののは当然ここことととでであろうとこう思うということでございますそれを企業あるいは職場において、関係法令の趣旨も踏まえつつ、判断をしていただく、まあ、どうしてもよく話し合っていただくことが重要ではないかと、このように考えております小池晃君。いや職場で話し合うというだけじゃなくて、やっぱり国としてね、きちんとそういったものについて指針のようなことを示す必要が私はあるんではないかな いうふううふに思うんですねで業務上の必要性うんぬんって話あるんですが、私は客室乗務員の女性だけにパンプスを履くっていう業務上の必要性は感じないんですよ。だって皆さん、飛行機乗ったら何やりますか緊急時の脱出のビデオが流れるわけですね。で、ハイヒール脱ぎましょうと、パンプス脱ぎましょうってやるじゃないですか。むしろやっぱりぺたんこな靴。で今度は LCC を新たに発足させるんだけど、その企業はね、その LCC、ジップエア東京っていうのは、客室乗務員も地上職も操縦士もみんなスニーカー着用だって言うんですね。この方がよっぽど私は合理性があるんではないかなと、やっぱり緊急時の対応を考えても、パンプスの着用の義務付けっていうのは業務上必要どころか、むしろ有害ではないかなというふうに思うんですよ。所管する厚労大臣ね、やっぱりその客室乗務員にパンプスを、 強制するというのは、やっぱりこれは労働行政上もね、これは有害ではないかというふうに思いますが、いかがですか加藤厚生労働大臣。あのまず先ほど総理が言われました、職場での服装に関しては単に苦痛を強いるような合理性を欠くルールを女性に強いることは許さない、これは当然だ、こういう前提に立ちながら、他方で個々の企業は提供するサービス、業務の内容、 社会的な監修等、さまざまな事情を踏まえて、それぞれのルールがもたられているんだろうというふうに思います。したがって、A 社がこうだ、B 社がこうだということを一概にわれわれ判断するのは難しいというふうに思いますけれども、例えばその男性は靴は自由だ、女性はこうだというのは、これはやはりですね、男女雇用というんですか、均等というんでしょうか、そういった立場からも、私は正しくないという対応だというふうに思います。 小池晃君あのそういう答弁、国会で多分あのしていただいたのは、明確にいただいたのは初めてではないかなと思うんで、そこのことは私は評価をしたいというふうに思います。あのイギリスではです、ね、政府平等局が、ドレスコードと性差別、知っておくべきことっていうのを発表しました。でそこではです、ね、こう書いてある、この指針は含む規定を作るこのようそれを守らなければならないかもしれない従業員および求職者のためのものである。守らなければならないかもしれない求職者。 要するにね、まあ、就活なんかですよ。実際にはこういう、名文のルールがない企業もいっぱいあります。あの連合の調査では、昨年10月の調査では、パンプスのヒールの高さに決まりがあると答えた方 19.、19.4%で、2割近くに上るんですが、あの暗黙のルールあります。それを象徴するのが就活の女子学生のパンプスですよね。でやっぱりこういったことに対して、きちっとこういうふうにイギリスでは規制をしている。総理、ね、IL 195条約、条約これに基づくあのやっぱり法整備も必要だと思います、男女賃金格差、ジェンダー平等に反する服装を着て、なくしていくようなね、やっぱり政治の責任が問われているんじゃないかと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣 ありがとうごこのイドルこの,の195条約はです、ね、ジェンダーに基づくものを含めて、世界の仕事における暴力およびハラスメントを防止するために、加盟国が取るべき取り組み等について、規定していますが、例えば、 男女の賃金の差異について、そのことをのみをもって、ハラスメントと位置づけているわけではないものと承知をしています。まあ、一方で、男女間のですね賃金格差の改善や、職場におけるジェンダー平等の確保を図ることは、重要な課題であると認識をしており、これまでも男女雇用、うん、機会均等法に基づく性差別の是正や、あそしてまた、女性活躍推進法に基づくまあ行動計画の策定、 実施等の取り組をを推薦をしているところであります引き続き、男女雇用機会均等法の法履行確保や、改正女性活躍推進法の着実な施行等に取り組むこと等により、男女間の賃金格差の改善や、職場におけるジェンダー平等の確保に努めてまいりたいと、このように思います小池晃君。女性だけに苦痛を強いる、女性だけにこう強制をする、そういう服装規定のようなものはなくしていく。 そそういういい政治の決意それを語っていただけませんか先ほどそれは必要だとおっしゃったんだから、最後に一言お願いします安倍内閣総理大臣。あ,のまあ一言ということでございますが、あのこのいわば職,職場のです、ねまあ、服装についてですね、まさにその服装の中において、単に苦痛を強いるような合理性を欠くルールを女性に。 私強いることはあってはならないわけでございまして、男性と女性が同じ仕事をしているにもかかわらず、女性に対してそういう服装において、今申し上げましたような苦痛を強いることはあってはならないということは、明確に申し上げておきたいと思います小池晃君、パンプスの強制着用に反対する運動をやられている皆さんが、大変勇気づけられる答弁なのではないかなと。ちょっとと安倍首相との 質疑でこういう最後になるというのはあまり今まで経験のないことではありますがあの何でも駄目だと私は言うわけではありませんので前向きに進めるためにこの点では力を合わせたいと思います終わります以上で小池晃君の質疑は終了いたしましたこれにて基本的質疑は終了いたしました 速記を止めてください。 この際先般本委員会が行いました委員派遣につきまして派遣委員から報告を聴取いたしますそれでは報告を蓮舫君にお願いいたします